これはかなり上級者向けの説明になりますが、歌詞の意味っていうものをもっと捉えれたらいいなと思うんですけど、まずこの歌いたい曲の全体のメッセージとかをまず自分の中で理解します。こういうことが言いたいんやなって、全体図が頭の中に浮かんでる状態で最初のできるだけ嘘はないようにって歌うっていうのが大事なんですね。で、全体図から見たこの歌詞っていうのはどういうニュアンスなんだろうっていうことが見えてきます。で、それが分かってないまま頭からこう歌っていっちゃうと、感情がなんか どういう感情になっていったらいいんかが分からないまま歌っちゃうっていうか、まず全体的なその歌のメッセージみたいなのをちゃんと自分の中で、まあ正解不正解はないんですけど、解釈をちゃんと持って、その解釈の中のこの歌詞っていう考え方をちゃんと持って歌っていきます。例えばですね、2番のサビで、透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って、歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れているっていう、悲鳴っていう言葉ってやっぱりなんかインパクトあると思うから、僕はなんかちゃんとこう悲鳴っていう言葉を歌うぞと思って歌ってほしいんですね。透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って、歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れている。歓声と拍手の中にって、歓声と拍手の中にって歌ってる時は誰かの悲鳴が隠れているっていう言葉はまだ登場してないから、なんかハッピーなんですよ。でもここで急にガッて悲鳴っていうフレーズが来るんだっていうこととかを意識して丁寧に歌詞を歌っていくっていうことをすればもっと良くなると思います。また質問とかあればトークルームから受け付けますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。